2000年チャンピオンカーニバルトーナメント決勝戦時間無制限一本勝負を行います。裏尾コーナー265ポンド大盛り大森高尾。中コーナー270ポンド小橋健太。きっと春は来る小橋健太。レフリー和田恭平。2000チャンピオンカーニバル優勝決定戦、その決勝戦に駒を進めたのは小橋健太と大森高尾でした。時間無制限の一本勝負。春の祭典、王者の祭典を制するのは小橋か大森か。大森が今放送席解説のこちらに視線を向けています。心の高ぶりを抑えきれない大森高尾。解説には三沢光晴選手です。青コーナー大森高尾、赤コーナー小橋健太。時間無制限一本勝負。今そのゴングを聞きました。2000チャンピオンカーニバル優勝決定戦、小橋健太対大森高尾。2000年の春の本場所、チャンピオンカーニバルを制するのはどちらだ。16,300人、大声援が起こっている武道館、一瞬静まりました。押し込んでいった小橋健太、第25代の三冠チャンピオンであります。まずはロープブレイクか、背中がロープについています。クリーンにブレイクするかしない、張り手を一発に舞いました。さあ放送席解説は三沢光晴選手です。三沢さん、はい、まあ、決勝の対戦が小橋と大森になったんですが、まずこの大森のこのシリーズの快進撃、どのようにご覧になりますか。そうですね、本当ちょうど、ね、波に乗ったって感じですよね、本当に、ね、はい、前ぐらいに、まあ、それなりの実力を持っていた選手ですけどね、ちょっと生かしきれなかったっていうのありますからね、やっぱり。まあ、今日は本当ね、もうね、やる気満々で入ってきてますからね、あの名古屋の7秒での勝利というのが勢いに乗りましたかね。そうですね、やっぱり、まあ、7秒ですけどもね、だいぶ自信になったと思いますしね、はい、そして三沢さんの耳にも届いていると思いますが、ノーフィアからの3つの要求、はい、タイトル戦、それからシリーズ名の変更、上野旅行などありますが、そのあたりどうでしょう。そういうものはね、まあ、やっぱり勝ってからね、言うことであってね、まあ、変にね、やる前からそういうことを言ってるとね、変に足元すくわれますからね。そのあたり自分を極限に追い込んだと考えてよろしいでしょうかね。そういう考えもありますよね。後に引けない状態を作るというのもありますからね。それがこの打撃戦にも現れてますね。小橋が逆水平、まあ、そこで引いちゃダメですよね、大森もね。ここからです、大森ロープに振った小橋、逆水平ちょっと胸抜けて自分で加速、ドロップいった湧きます武道館、リストドロップ、カバーする、ファーストカバーは大森高尾でした。さあ三沢さん、一方の小橋なんですが、はい、このチャンピオンカーニバル10度目の出場になってまだ優勝がないんですね。そうですね、まあ、本当にね、まあまあ、優勝してもおかしくない実力を持ってるんですけどね、そして今回はこの小橋第25代の三冠チャンピオンとして出場しているんですが、はい、三沢さん、このカーニバルというのは三冠チャンピオン必ずしも優勝できるというものではないんですよね。そうですね、やっぱりチャンピオンであるがゆえにね、精神的にだいぶプレッシャーきますからね、はい、勝たなきゃいけないっていう使命がありますからね。過去9回三冠王者がこのチャンピオンカーニバルに出場していますが、そのうち優勝できたのは4回、そして三沢さんも三冠チャンピオンとして5回出場しましたが、優勝できたのは1回だけと。難しいですよね、やっぱり。小橋が追い込んでいきました。距離を取って逆水平、胸で受ける大森です。小橋が10年連続10回目の出場、大森高尾は6年連続6回目の出場ということになります。去年はこの小橋トップでこの決勝戦に通過しましたが、ベイダーの前に敗れました。この10年間優勝がない小橋健太、悲願の初優勝に燃えます。押したいところでしょうね、はい、耳元への逆水平でした。そしてこちらの大森高尾ですが、過去5年間6勝47敗1分け、去年に至っては最下位の屈辱でした。その最下位の男が1年間でこの決勝戦に這い上がってまいりました。カバーします。勝負の勢いは大森のはあるんでしょうね、そしてこのシリーズ 4.12 新潟大会なんですが、ノーフィアと小橋志賀組、小橋が抑えられました、
ゴール取られましたね今年も、大森のアックスボンバーの助立を終えまして、高山のジャーマン小橋が沈みました。そしてその高山がやはりリングサイド、このシリーズ通じまして、この高山の存在というのがやはり大森には大きかったんじゃないでしょうか。そうですね、やっぱり、まあ、同じ方向性を持っている、ね、仲間がいるということは心強いものがありますからね。高山は大阪大会でベイダーに敗れました。フェイスロックが続いています。小橋健太、夢破れた9年間の思い、今年こそこの小橋健太に春は来るのか。10年連続10回目の出場です。何度もチャンスがありました。しかしその度にこの小橋の前からチャンピオンカーニバル優勝が遠のいていきました。試合前小橋は語っていました。チャンカンは縁がないものではないが遠いものになってしまった。追い込まれた状態での三冠チャンピオン小橋、鉄柵に振った場外戦です。大森が立てません。小橋が追っていきました。頭を掴んで大森を手繰り寄せる。まだ場外です。距離を取った、逆すげー、あった、鉄柵の外、はい、このあたり小橋の執念というのはやはりあの3つの要求というのは非常に刺激になってるんでしょうかね。まあ試合中はもうそんなの忘れてると思いますけどね、でも勝ち抜くのものあるでしょうね、はい、小橋のその本心というのはわからないんですが、もし俺が今日敗れるようなことになれば、あの3つの要求、会社に迷惑かけたくないから自分が自腹を切ってもいいと、やはりそれは余裕の裏返しでしょうかね。まあ余裕そうでしょうね、まあ、小橋も曲げることは考えてないですからね、はい、大森もそしてこの小橋も自分を極限状態に追い込んでいます。リングの中に戻してキッチンシンク、左右に振って2連発、バックを取っているぞ。リングの中央です。高山が声をかけますがロープはまだ遠い。コブラツイスト、顔を掴んでいます。顔を掴んでいる大森、しかし絞り上げていきます。過去何回もチャンスがあった小橋健太、今日この大森高尾を下してチャンピオンカーニバル初優勝をもぎ取りたい。97年決勝まで進みましたが、解説の三沢さん、そして河原選手との共位戦で敗れました。そして99年、去年は7勝0敗に引き分け、トップでこの決勝進出しましたが、あのベイダーの前に敗れました。毎年この時期になると小橋はこのチャンピオンカーニバルというこのシリーズを通しまして、なぜ自分だけが勝てないのか、なぜ優勝できないのか悩んだ時期がありました。10度目の正直にかける小橋健太、しかし武道館は大森コールです。初めて自分の実力でこの武道館のメインを勝ち取りました。ロープバイクです。そして三沢さん、はい、今年のこのチャンピオンカーニバルなんですが、25年ぶりにトーナメント制になりましたね。そうですね。このあたりの過酷さというのはどうなんでしょうか。やっぱ精神的なやっぱりあのリーグ戦よりきついもありますね。やっぱりあの1回負けたら終わりっていう後がないっていうところはね、やっぱり。これは大森に分があった。天を仰いだのは小橋です。三冠チャンピオンの小橋が天を仰いでいます。今のショルダー正面から行きました。ノーフィアの2人、高山が大森に激を飛ばします。1年前は最下位でした大森高尾。デビューから8年、伸び悩み苦しんだ8年間でした。まあ、この1年でだいぶ伸びましたよね。でもそうですね、ようやく日の当たるリングに立った大森高尾、初の決勝進出で初優勝なるか。大森ブレマスターの体勢です。大森が仕掛けました。この体勢としては十分ではありません。今度は小橋、小橋が仕掛ける、膝を持っている、こらえています大森。体格的には同じぐらいの2人ですからね、はい、118キロ小橋、115キロ大森、五分五分であります。意地と意地のぶつかり合い、持ち上げるか抜くか、行き詰まる熱戦になってきました。あっと右膝、痛めている右膝、ドロップキック、もだえる小橋、痛めている箇所を狙いました。ノーフィア大森高尾、このシリーズでだいぶ痛めてますからね。そうですね、思い出あの 3.26 名古屋、あれを境にこの小橋右膝をこの引きずるようなシーンが多くなりました。そしてあの 3.26 名古屋といえば、この大森が秋山を3秒で下したあの名古屋でありました。
鉄柱攻撃です。飛ばしが動けない状態、完全にこの右膝を狙っています。勝負の世界では仕方がないこと。しかしあまりにも非常な攻撃、今度はエプロンサイド、小橋の上半身を持ってきてどんな攻撃を組み立てていくのか。場外です、場外です。首を掴んでいる、距離を取った、鉄柵攻撃です。この小橋を越えることができるか。バックに回った大森、場外だぞ。あー、本部席、本部席が崩れた。これが三冠チャンピオンの姿です。小橋が投げられています。そして椅子を持ちました。大森、大森の暴走が止まらない。春の嵐、大森高雄武道館に上陸いたしました。場外戦ではありますが大森の執念感じますね。小橋を場外で本部席に投げつけて、今度はグラウンド、グラウンドです。膝を狙ってますか、アキレス腱でしょうか。このリング下、アキレス腱には入ってないですね、膝ですね、膝のあたりですか、痛めている右膝の後ろ、場外です。レフリー和田恭平が割って入りました。2000チャンピオンカーニバル優勝決定戦、大森が優勢に進めています。大森が先にリングに帰りました。10分経過しました。三冠チャンピオンの小橋がまだリングの下、ようやく戻りました。戻ったところにストンピング攻撃、膝を狙っている、いいドロップ、苦しい展開になった。完全にこの小橋健太の右膝、ちょっと辛いですね。そうですね、攻撃の的を絞っています。どうでしょう、ここまでの大森の勝ち上がりを見ますと奇襲攻撃ですとか短期決戦に出ていましたね。そうですね、今日は少し攻め方、プログラムが違うような感じがするんですが、なんかちょっと安く刀相手だと分かってるでしょうね。ここまで両者の勝ち上がりですが、小橋健太1回戦ジョニーエースをマリアットで沈めました。2回戦がスミス、これは腕固めでの勝利。そして準決勝は現在放送席解説の三沢選手との対戦、26分08秒、ラリアットで決した激戦でした。一方の大森隆夫、1回戦あの秋山を7秒で下しました。そして2回戦はバートン、そして準決勝仙台でスティーブ・ウィリアムスを破り初の決勝進出となったわけであります。今度は4の字です。苦しい表情は小橋健太です。なんとしても今年こそこのチャンピオンカーニバル、今年は三冠王者として乗り込みました。苦しい体勢、顔が歪みます。リングのほぼ中央、ちょっときつい体勢ですね。この膝を攻撃されますとこの後の攻撃というものにも響いてくるでしょう。まだ手でこらえていますが大森も必死です。入ったか、入ったか、完全に入りました。さあ苦しい、耐えることができるか。小橋に春は来るのか。返していく、体を入れ替えようとする小橋健太、対戦相手は大森隆夫です。25年ぶりにトーナメント制となったこのチャンピオンカーニバル、かつて世界一過酷なリーグ戦と言われたこのカーニバルが世界一過酷なトーナメント戦に生まれ変わりました。春の嵐が吹き荒れたチャンピオンカーニバル、負けたら終わりの一発勝負、勝ち上がったのはこの小橋と大森でした。ロープブレイク、なんとか逃れた王者の小橋です。伊沢さん、はい、シリーズ前の大方の予想ですと小橋と秋山がもしかしたら出てくるんじゃないか、そうですね、そんな面がありましたね。しかしその秋山はこの大森に名古屋で7秒で敗れました。エプロンのちょうど角の部分を使っての膝への攻撃です。当初はもし秋山が勝ち上がってくれば三冠ベルトをかけてもいい、そう語っていた小橋です。しかしその夢は7秒で幻となりました。再び場外です。必要にこの場外戦を仕掛けています。固定しておいて、鉄柵がずれて、そして小橋の膝も持っていかれました。
大森の攻めきついですね。散々痛めつけて戻した。さあ勝負に出るか。膝がパンク寸前です。足を持ちます。今度はサソリか、裏返るか。この小橋と大森、年齢で2年、デビューで4年差がありました。今までその誘いが非常に大きく開いていたものがありました。しかしその差が限りなくゼロに近づいております。武道館のメイン、チャンピオンカーニバルの優勝決定戦、入ってますね。苦しい体勢です。膝を痛めつけた上のサソリのため、必死に逃れようとする小橋。三冠王者のプライドとともにリングに上がった小橋、手を伸ばすか。ロープブレイク。小橋もそして大森もここからです。3月26日あの名古屋大会付近からこの小橋はこの右膝痛めております。シリーズを通じて激戦を通してその負担というのが大きくなっていることでしょう。2位を落としました。そしてストンピング攻撃、距離を取ってのストンピング、どうでしょう三沢さん。そうですね、今までの攻めだいぶ動き封じられましたね小橋。しかし立ち上がっていく小橋の姿を捉えています。おっと脳天期待のあたりへのチョップ、カウンターでした。出会い頭、まず大森が動きが止まった、距離を取っている。額へのチョップです。逆水平ですね。首を刈り取らんばかりの勢い、崩れました。大森が崩れました。15分、小橋と大森の15分が経過しました。胸でもなく頸動脈でもなく額ですね。そうですね、首が左右に揺れています大森。リケンでも入ったらやっぱりまずいですからね。はい、バックスイング、ラケンか、拳を握っている。ニュートラルコーナーに追い込まれました。逃げ場がないところで小橋の攻撃、連発マシンガンチョップ。この後少し振ったりきた。三冠王者としてのプライドか。逆のコーナー、あっとエルボーが待っていた。エルボーが刺さった。顔面へのハイキック、距離を取っている。大森が狙った、ネックブレイカー。優勝決定戦、駒を進めたのは小橋と大森。小橋に春が来るか、大森の春の嵐が吹き荒れるのか。小橋が大の字で、大森が赤コーナーです。セカンドロップからコーナーのトップに立った、赤コーナーのトップに立った。ミサイルキック、命中。非常に高さがありました。いいドロップキックですね。そしてカバーします。革命新時代を唱え走り続けた小橋、しかしふと気づくとすぐ後ろにノーフィアという新勢力が迫っていました。大森が試合を決めるか、バックに回っている。エルボーで封じました。手下げにチョップ、ローリン気づきにかわした。危ないぞ、フルネーゾースーペックス、カバーに行きません。2連覇、聞いてますね。大森が先に立ち上がりました。小橋がまだ立てません。フルネルソン垂直に押した。なおも行くか。初の決勝進出、武道館のメインで大森高尾が頂点を極めるのか。逆水平、ローリングした、ローリング手先にバック、またジャーマン投げっぱなし。小橋も投げました。膝を気にしている小橋も立てません。大森も立てません。今のジャーマンスープレックス、少しひねりが加わっていたんですが、右膝の踏ん張りでしょうかね。そうですね、まあ、でも大森はでも頭から落ちてきましたね。大森コールが沸き起こった。ネックブリカー、カバーに行くか、行きません。バック回った、ハーフネルソンだ。はー
スネルソン、スープレックス、10度目の正直なるか、返した、大森が返しました。ノフィアの力が本物であることを見せたい、そう語った大森。ハーフネルソンを返しました。カウント2、抱え上げてボディスラム、こぼしが握った、夢破れたあの9年間の思い、あーしかし大森が来ました。膝へのパンチ、そしてこの位置からだと雪崩式だ、雪崩式パワーボム、雪崩式パワーボム、カバーに行きません。小橋がまだ立てません。さあ膝のサポーターを落としました。大森構成ですね、青コーナー、まだまだ立てない小橋、小橋が立てない、ドゥドロップ顔面にいった、2で返した。大森が先にまた立ちます、大森がまた先に立ちます。これその気分かどうかですね。右手を振り回した小橋がようやく膝を立った、振り回した、出るか、トラスキック、ダロップ壊した、アクソンも壊した、ニールキック、フライングのニールキック、20分が経過しました。後ろから行くか、アクソンバーナー正面からヒット、カウント2点中、まず最初に出したのは大森でした。もう少し腰が入ってなかったですね、ちょっと当たり込みは弱かったですね、後ろからも。その当たり小橋としては救われました。しかし先にその剛腕を抜いたのは大森でした。また先に立ち上がる大森高尾、初の決勝進出で初優勝をもぎ取るか、距離を取った、スリーパーです、スリーパー、キングラッシャー、ああしかしこっから投げがありますからね、そうですね、スリーパースープレックスがあります。まだ離しません、キングラッシャー2連発、まだ離さない、あー少し大森の動きがぐったりとしてきたか、スリーパーがあるぞ、スリーパーがあるぞ、スリーパースープレックス入りましたね。投げた大森に対して、今のは聞いてますね、この技を出した。金沢大会で三沢さんも食らいましたね、食らいましたね、受け身どころじゃないですからね、この技、そうですね、頭から直接落とされるわけだし、首も固定されています。今度は小橋が先だ、ローリングソバット、一瞬静まり返った、武道館リングの中央でパワーボムが、大森コールです、武道館は大森コールです。膝を落としてこらえている大森高尾、盤石の体勢、あっとスリングだ、ラリアット、10度目の勝利、大ストンピング攻撃、大森の春の嵐が返しました。いや三沢さん返しましたよ、しましたね、小橋のラリアットを返しました。次見てられる余裕があるかどうかですね、大森も、そうですね、さあ後ろから背後から迫る第25代の三冠チャンピオン、10度目の正直でカーニバル制覇なるか、コーナーが近いぞ、コーナーが近い、おっと、おっ、ちょっと体勢が崩れました、体勢が崩れたら余計効いてますね、そうですね、受け身というよりも頭が落ちてきましたね、一瞬静まり変わりました、バランス崩れして持ちきれなかったってところでしょうね、小橋、なるほど、さあ小橋コールと大森コールが相仲をしてまいりました。今度はニュートラルコーナーが近いぞ、抱えるとターンバック、ターンバック、ニュートラルコーナーのコーナーパット、小橋も非常になってますね、そうですね、10度目の正直、夢破れた9年間の思い、この大森を下せば小橋健太初優勝です。
あっと大森が今の衝撃でしょうか、うん、ここでカバーしますよ、カバーしている、足が出ていました、ロープですね、ロープブレイクです、ロープには触っていませんがロープから完全に外に出ていました、ロープブレイクです、目は開いてますけどね、意識があるかどうかですよね、そうですよね、闘争本能あるか、体力気力の限界、大森隆雄初めて自力で自分の力で勝ち取ったブロッカーのメイン、氷に向け下げに棒立ち状態の大森です、狙っている、氷抜けすぎに胸にヒットしました、鬼になった小橋、王者の再建、春の王者になるために小橋が鬼になりました、何を持ってくる、ハーフネルソンだ、ハーフネルソン今宵に初め、大森はこれを返せるか、大森はもう自分の体をコントロールできてませんからね、そうですね、さあ勝負と見たか、小橋ラリアットだ、今までの全ての思いを、ラリアットまだカバーに行かない、それは10年間の集大成だ、思い押しで10年間の俺の思いを、これは返せなかったですね、やっぱり10度目の正直になりました、小橋にようやく春が来ました、小橋はこの瞬間を迎えるのに10年かかりました、嬉しいでしょうね、ようやく小橋武道館に置き忘れた最後の忘れ物、チャンピオンカーニバルを制しました、25分21秒、アックスボンバーを食らいながらのラリアット、初めて小橋に春が来ました、三沢さん、はい、この25分を超える激闘をいかがでしたか、いや、大森もよく頑張りましたよね、だから執念で言えば小橋の上回ったところでしょうね、その執念で上回った小橋のもとに夢にまで見た悲願のチャンピオンカーニバルのグランドトロフィーです、これを手にするのに小橋は10年かかりました、夢破れた9年間の思い、長かったでしょうね、本当にことは、そうですね、ようやく実現です、これは夢ではありません、小橋が掴んだ、ついに掴んだ春が来た、王者の祭典、春の本場所2000チャンピオンカーニバルを制したのは小橋健太、初優勝でした、大森のアックスボンバーを食らいながらのローアンラリアット、大丈夫でしたかね最後 ね、自らの右腕でそのチャンピオンカーニバル初制覇です、小橋さん10度目の正直優勝でした、思いの丈をぶつけてください、やっと優勝することができました、ありがとうございます、皆さんの応援が本当に力になってます、ここまで頑張るのも本当に皆さんの力だと思ってます、これからもよろしくお願いします、頑張ります、放送席どうぞ、見事チャンピオンカーニバル初優勝小橋健太の喜びの声でした、